本東京都豊島区上池袋上池袋は東京都豊島区の町名。現行行政地名は上、池袋1丁目から上池袋4丁目。郵便番号は170-0012。北端は板橋区板橋。北東は旧谷橋川暗居で北区滝の川と東は宮中公園通りを境に西菅元摂氏南東和は,は 西菅も橋通りを境界に北大塚、南は JR 山手線を挟んで、東池袋、南西の JR 及び東部東上線の線路上で、西池袋及び東上線をまたいで池袋、西は池袋本町と接する。全体的に南側が池袋大地の北端に当たるので高く、旧谷橋側に向かって、北側になだらかに低くなっていく地形である。 池袋駅、大塚駅、板橋駅の中間に位置し、明治通りに沿う。明治通り沿いの商業地域を除き戦後に形成された住宅街で、町域内には細い路地が多く残る。住宅地の地下は、2017年1月1日の工事地下によれば、上、池袋35の,の地点で44万円、平方メートルとなっている。長きにわたり、 大規模開発とは無縁の区域であったが、2005年に癌研究会付属病院が移転したため2007年から跡地が再開発され、2008年に5階建ての商業棟であるドレシアアネックスが竣工。2009年には22階建てのドレシアタワーと8階建てのドレシアパークの2つの賃貸住居棟が竣工した。ドレシアアネックスにはフィットネスクラブのセントラルウェルネスクラブと、 スーパーマーケットのピーコックストアが営業を開始している。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、豊島区の小中学校では学校選択制度を導入しており、以下の指定校に隣接している通学区域の学校も選択することが可能。 町域の南端が JR 山手線、西端が赤羽線、東武東上線に接する。ひばりが谷踏切から板橋駅にかけての赤羽線は上池袋に含まれている。明治通りを飛ばす路線が通っている。かつて昭和30年代から40年代にかけて明治通り上に都営トロリーバスが通っていた。途中の池袋駅東口から大関横長官は、 現在の都営バス総64系統のルートに相当する。池袋大橋と豊島清掃工場を茶上がれ地蔵商業地のほぼすべてが明治通りに面している。上、池袋商店街、大塚銀の鈴通り商店街の二つの商店街が存在する。ありがとうございます。